フェニックス TV。さあ本日から始まりましたフェニックス TV、今日はですねターキッシュエアラインズ BJ リーグ2015-2016シーズン東進観光バスプレゼンツ浜松東三河フェニックス対高松ファイブアローズ戦だったんですけれども、昨日のね開幕戦残念ながらフェニックス負けてしまいましたが今日は72-61で見事勝利しました。今日はですね今ちょうど会場の整理というか会場の清掃ですよね。もう片付けがほぼ終わりに近づいてますけれども、熱湯の跡という感じでございます。さあこの、フェニックス TV ではいろいろな、インタビューそれからグッズの紹介などなどいろいろな情報盛りだくさんで行っていきます。それではヘッドコーチと選手のインタビュー行ってみましょう。まだしっくりは来ませんが選手たちが主射権をやることが大事だということが分かった試合でもありました。太田選手も戻ってきますのでもう一回チーム一つになって、一つずつ戦っていきたいというふうに思います。以上です。昨日は残念な結果だったんですけども今日は本当に僕も嬉しくて、はい、今日の試合を振り返って、そうですね、まあ、はい、昨日の試合は我々にとっては負けない理由があって、だからこそいい薬になるんですね。まあ、本当に我々が今シーズン何をやっていけばいいのかということを知らせてくれた、薬になるかと思います。今なんて今日はあるんで、そうですね、だからそれでやはり少し成長できるというかちょっとずつでも変化があるというのが大事で、はい、やっぱり長いシーズンなんですよね。そういう意味では、まあ、勝ったことは良かったですよね。で、来週がですね、京都なんですけれども、まあ、また新しい戦いですね、はい、戦い方がまずまるっきり変わってくる。それは太田の存在です、うん、太田選手がいるからこそこの外国人なので、はい、そういう意味では、まあ、太田選手すごくアジア大会で頑張ってくれたし、まあ、その力をぜひ注いでもらえたらいいですね。そうすると再来週のその金沢サムライズ戦がもう本当の開幕戦じゃないですけれども太田選手が揃っての新生フェニックスのデビューみたいな、ね、だからもう今夜日本に帰国して、まあ、合流すぐできるか少し休まなきゃいけないと思うんですけどもうすごく出てたので、まあ、そこからですよね。アジソンスプール選手もそれからウッドベリー選手もスウッドベリー選手も自分と本来のポジションでやってないんですよ。そういう意味ではやりづらさがものすごく見えたしそれは申し訳なかったけどでもそれは日本代表がベスト1に入ってオリンピックに行くためですから、うん、だからこそ強化となきゃいけないそのプレッシャーももしかしたらあったかもしれませんね、はい。この動画を見ている、フェニックスのブースターの皆さんもその辺は伝わると思いますのでぜひ次のホームゲームも We are Phoenix 絶対勝ちます。絶対勝ってきます。とりあえず今日は、勝ちました。おめでとうございます。 We won. Congratulations. Yes, thank you. ありがとうございます。しかも今日は、チーム最多の28得点ということでした。 And you scored the team highest 28 points. はい、積極的に攻めようとやっぱり最初から意識されていました。 Did you have the decision that you're going to work hard to the school? No, it was just more so to be more aggressive. I felt like yesterday I was a little too passive. So today I knew I needed to be more aggressive to get my rhythm going and see how other guys were playing together as I'm being aggressive. So it worked out good for us.まあ、別に得点を取ろうという気持ちで入ったわけじゃなくてただ単にアグレッシブにプレーしようという中で、はい、もちろんその中でパスをしなきゃいけないときはパスにしてましたし、で次はですね今度は、ホームゲームが金沢サムライズ と、来週再来週になります。湖西で、ホームゲームがあります。 So next home game against the 金沢サムライズ at the 湖西。カメラに向かってブースターの皆さんに一言メッセージをお願いします。Please give the booster comment for camera. First off, thank y'all for welcoming me to the Hamamatsu family.
Secondly, I hope to see all the boosters and fans at our next game against the Samurais. See y'all there. Thank you for the message. Right, thank you. はい、フェニックス TV、今度はですね、岡田慎吾選手にインタビューしたいと思います、はい、今日の試合を振り返って、はい、昨日の試合も含めまして、一言、開幕戦ということで、まだまだチームとしてオフェンスもディフェンスもチームのルールを守れない部分が多々あったので、そこをもっとチームのルールをなくす、はい、チームのルールを破るミスをなくすことが大事かなと思います、はいはい、さてそんな中で、今日は13得点、はい、5リバウンド、はい、3アシストということで、はい、日本人選手としてはトップだったんですけれども、はい、非常にスピード感あふれる、はい、スピードスターにの何にふさわしいプレーだったと思うんですけど何か意識されることっていうのは、いや逆に意識してないというか走ることは意識してなくて、もう走ることは当然だと思ってるので、毎回毎回のこのトランジションは、オフェンスに切り替わった瞬間に走るのが僕の仕事なんで、特に知らなきゃっていう決まってるわけじゃなくて、そこにパスが来るか、いいコースを走れるか、いろんなシチュエーションがあるんですけど、自然の流れの中でできたということですけども、はいはいはい、それがこのケアにつながってるわけです、ね、足の方を取っておいてください、はい、ぜひ、はい、そして、来週がアウェイで、再来週がコサイで、はい、ホームということで、はい、今月はホーム戦が3週あるんですね、はいはい、次のホームに向けて、地元のブースターの皆さんに、はい、この開幕戦の2試合よりも成長した姿をもお見せしないと、ブースターさんも何やってんだということになってしまうので、そうはならないように成長した姿を見せれるように頑張ります。太田選手も帰ってまいります。はい、帰ってきます。次はまた勝利ということで、はい、We are Phoenix、 Phoenix、はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。岡田慎吾選手さん、ありがとうございました。はい、どうぞ京都戦、太田と一緒に頑張ります。フェニックス TV、 バスケ頑張ってる？じゃあ勉強は？自分のやる気、自分のペース、個別学習のリンク。さあ次のコーナーはですね、フェニックスグッズ、そしてフェニックスの会場内で売られています、美味しいグルメのご紹介などなどを紹介するフェニックスコーナーです。お前一緒に勝利の子供、ビッグタオルですが、横山新たに黒の渋い、あと黄色の文字が入りまして、かっこよくなりました。ぜひご利用ください。ありがとうございます。これと、あと、先シーズン優勝しました、作ってしまいました、チャンピオンリーグ T シャツです。こちらもぜひお買い上げください。よろしくお願いします。あと、お茶のキャップが落ちてしまいました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。もうみんなで応援してたんだ俺。カメラの前で。
インターネットテレビつながってさ、もう大混乱だったよ。疲れてねえかと思ったけど、でも怪我なんて。あ、そうですね、確かに怪我はないです。いや、よかった。ほんとよかった。すげえな。じゃあテレビですもんね。歴史を作ったよ。俺ほんとすごいと思う。よかったね、その場面にいて。そうですね。あとで ようやく東京行くか見えてた。あれなんか、とんだなくほんと。さあ、というわけでフェニックス TV いかがでしたでしょうか。なかなか面白いインタビュー、などなど、満載だったと思います。こんな感じで、ね、皆さんにいろいろな情報をお届けしたいと思っています。さて、フェニックスはですね、次のホームゲーム金沢サムライズを迎え撃ちます。場所はコサイアメニティプラザでございます。ぜひ皆さん会場でお会いしましょう。以上、フェニックス TV でした。チャンピオンフラッグ。